新井信幸から1944年5月4日は国文学者、栃木県生まれ、池田機関、横山中に支持し、中古文学、特に竹取物語の本文研究の礎を築いた。竹取物語の研究本文編新井は昭和13年、東京帝国大学文学部国文化財学時に卒業論文として竹取物語の本文研究を行うことを、 決意する。池田機関や反町茂雄の協力のもと調査、研究を行い、翌14年に卒業論文、竹取物語の研究を提出。その翌15年に国文学者、横山重と知り合う。横山や同じく国文学者である大田竹を実業家で蔵書家でもあった戸川浜浦の協力を得て、全国に散在する。 竹取物語の初本を調査し、勤務の傍ら、昭和17年秋から、調査資料の整理、及び洗いが重要だと判断した7本の本国を、開始した。しかし、翌18年6月、洗いは突如病に倒れ、慶應義塾大学病院に入院する。病床の洗いは死に直面して、無気力状態にあり、横山が聖火を観光するよう要請しても当初、 乗り気でなかったが、再三の要請に観光を決意し、横山と大田に一切を依頼した。横山は、横山らが、構成作業を、大田が、海外執筆に当たることで、新井自身は後期を書くことのみに専念できるように、計らった。また、この過程で、さらに寝室の三本の本文が加わる。昭和19年4月3日に書かれた後期の中で、新井は、 中心軸自たるものがあると自身の無力を嘆いている。時は太平洋戦争の末期、確保した印刷用紙が盗難に遭うなどの右翼曲折を経ながら、横山ら関係者は観光のために奔走するも、後期執筆の翌月5月4日、荒井はついに観光を見ることなく病没した。こうして完成した竹取物語の研究本文編は4ヶ月後の同9月に刊行された。 協力者との伝言役であった、新井の妹の講師は、協力者の一人で、池田木道門の国文学者、中田豪直と結婚し、中田が、竹取物語の研究資料を継承、昭和40年に、竹取物語の研究講編解説編として結実した。また、山田忠夫の著作である、竹取物語創作員も、 新井が研究の一環に作成した資料が元になったものであり、本来は新井、山田の教編として竹取物語の研究作品編となる予定であったことが序に記されている。新井本本部運編掲載写真横山は古典籍の収集家として有名であり、新井には資料提供者としても協力していた。横山は二種の古活字本。 竹取物語を所蔵しており、これを荒井に提供したが、それだけでなく、古書店に手紙を出し、竹取はどんな本でも全部私へくれと依頼した。ある日、大阪の古書店の主人が横山の自宅を訪れ、金沢の旧家から買った本にあったという竹取物語の写本を持参した。江戸後期、文化12年写しの粗末な写本であり、しかもやや高価であったが、 横井はそれをいつものように荒井に提供した。この写本こそが一様の伝語広告院筆談官及び江戸中期の宝永4年に今井時間が半本に競合した本文での未存在が確認されていた古本系の本文を持つ写本だったのである。荒井は夢にまで熱望していた写本の出現に歓喜してそれからはほとんど夢中であったと記しており、 新井からその価値を報告された横山は大変驚いたという。後にこの写本は新井本と名付けられ、新井信幸、南波バー中田豪直によってそれぞれ独立した本国が刊行されている。なお現在に至るまで他に古本系の写本は見つかっていない。ありがとうございます。